多分今大半の人がこいつ日本語喋れんのかって感じで見てると思うんですけども大丈夫でゃれますのでえっと改めて食フィニティの代表のオメルと申しますよろしくお願いしますえっとまあすごい限られた時間ではありますが、まあ、裏でちょっと甘く見といてって交渉しておいたので、まあ、えっと食フィニティの活動を兼ねつつ、まあ、食のパーソナライズ化っていう概念についてそして、まあ、平凡なアプリ開発から 今後100年後のどういう世界を見るようになったのかっていうのをちょっと5分ぐらいですけども説明できればなと思いますまず食フィニティって何かっていうと IT を通じて食の無限の可能性を提供するっていう理念のもとで生まれました、まあ、世界規模マイナーのコミュニティまで、まあ、人が生きるのに欠かせない食っていうのを より楽にそしていかなる苦労を排除してみんながその無限の可能性を楽しめる社会を構築していくっていうことなんですけどもで今、えっと、マイフードっていうアプリを提供しておりますじゃそもそもこれどうやって始まったかっていうとちょっと特別な形で始まって自分が通ってた大学でたまたま100番地とのコラボの授業で3日間の授業だったんですけども社会問題を定義して 解決策を、まあ、出していくっていくうものでその時に自分が、えーとまあ、定義した社会問題っていうのがアレルギー持ちの人が食品をより簡単に見つけれるようにするっていうもので,でその時にあのアプリで検索できればすぐに見つかるんではないかと思ってその3日間やった後これに意外と想像以上に意義を感じて。 その授業が終わっても翌日、すぐ入居の準備をしましたでアプリ開発のもう右も左も分からないまま職100番地に入ってですぐ気づいたのがもう類似のサービスがすでに存在しているということでじゃあちょっと違ったことをやりたいなと思ったときに、まあ、まずアレルギーで制限を持つ人がいるじゃあその他に何かというと病気、糖尿病だったりなんか制限を持っている人 逆に健康意識でダイエットでカロリー控えめ、ただ他に文化とかで、文化や宗教などで特定の食を食べない人など、まあ、実際アレルギーだけじゃなくていろんな分野においてまあ食におけるその苦しみ、苦って呼んでるんですけども、があるんだなと思い日本初となるアレルギー、原料、栄養成分の3つの項目でフィルターできる食品検索アプリ、まあ、食品検索とかけて食券を作りました。 素晴らしいでそれがこれ、まあ、小学生でももっといいもの作れるだろうっていうものが出来上がって、まあ、3ヶ月が経ってこれを手に持ってまあ独立していく、まあ、ここちょっと飛ばしてで今現在40以上の企業および6000種類以上の商品を提示しております。しかしか 途中で何をしたいのかが分からなくなってで食品を検索するアプリで始めたんですけども条件設定して検索してはいこれ結果だよっていうのがなんかいまいち違うなってそんなの別に調べればいくらでも出てくるしアマゾンっぽい感じがして嫌だなと思ってでその後、じゃあそもそも何を本当に解決したいのかが分からなくなって結構長い間プロジェクトが止まりました。 なんかアプリだけちょっと直しつつでも何も進化がないという時にこの1冊の本に出会いましたこれがフードテック食品とテクノロジーをまあ融合してこの食における問題を解決していくというものでその中での食のパーソナライズ化というものに、まあ、そういう概念に出会いましたでこの1文でこれだ と思いました大衆をターゲットに提供されている食をいかに一個人のニーズに合わせて再提案するかでこれがいわゆる TikTok とか YouTube とかでパーソナライズ化されたものアプリ開いたら TikTok そうですねアプリ開いて検索する必要ないですもんねもう自分が見たいものがそのまま出てくるこれをやりたいなと思いえっ、ー、とこの先ほどの食券 いいううももののから食、まあ、フィィニティっていうものに変えてきましたでも今まで問題が何だったかっていうと今までっていうのはあくまでもフィルター条件っていうのを設定して検索結果でもこれ条件ってもうちょっと広い目で見ればあくまでもその一個人のデータの一種にしかつぎないそれ以上にも好みがあったりその人の調理実績好き嫌いその職員に対して求めることだったり気分その時の気分だったりとか でここに食品のデータを掛け合わせて、例えば今、味の数値化っていうのが技術が出てますし、その栄養だったり価格帯、利便性、冷凍食品がいいのか、自分で作りたいのか、いろいろこういうのを重ね合わせて、条件に応じた検査結果を表示するだけではなく、ユーザーを理解して、その人が今日はこれにしようと思えるものを先に回って提案する。 なんかコンビニとかスーパーとか行ってどれ買おうかなって迷っている時間帯ちょっと苦しくないですか特に仕事帰りとかめんどくせえってそれを解決できればなっていうのが今の食フィニティの中におけるマイフードサービスがやろうとしていることです多種多様な食品を選ぶ句から解放し食の本来の楽しさを最大限味わってもらうっていうことです 食券として紹介がありましたが、まあ、ただの食品検索サービスからじゃあ今後、まあ、平凡な普通の検索サービスを100番地の、まあ、100年後の世界という、まあ、未来ですねにどうやって近づけるかって考えるときに一旦これはサービスとしておいてもっと大きな団体として活動し、まあ、いろんなことをやりながら、まあ、ただのアレルギーだったり 病気とかそこだけに限らず、家庭規模、その後も国規模、コミュニティ規模でいろいろ活動していきたいなと思っております。でまあ、ちょっと時間になったので、まあ、今、つ、えっと、い最近、マイフードアプリ、えっと、新規で公開しましたので、ぜ、ま、ひ、あ、ダウンロードお願いしままますす QR コード貼ってああありりりごごご聴ががととううざざいいしたます。 なんかいい感じに気づけてるのはい、びっくりしましまたなんか自分で <laughs> あの本読んで食フィニッツに進化したみたいなところが。ちなみにちょっと質問なんですけどこれそのアプリ内のどういうふうに使うかとかその辺のロジックっていうのも作られてるんですかそれともそれも全部一人でやられてるのか,なんか一緒にチームでやってるのかっていうのが気になってなんか例えばそういうの使い手側の結構 UI とかも。 なんかこういういより使ってほしいっていう意味ではなんか気になるなと思っててどういうふうにそのアプリ機能するのかなとかがちょっと気になったんで,あそ,うで、まあ、そうです、ね、もうそこ結構省いて教育かなと思ったんですけどもやっぱりそこ、まあ、今、まあ、先ほど検索システムがなんか嫌だなと思いつつやっぱどこかから始めないといけないので、まあ、まず検索システムで、まあ、後ろ側で、えー、とよりその人に合った、えー、パーソナライズ化 をちょっと今、作ろろうととしてるところでまあ今すごい簡単で検索画面入ってアレルギー指定したりとか原材料例えばマーガリンに対するちょっと,えっと,嫌,と思う嫌と思っている人もいればそれマーガリンって普通に入れるだけでもうマーガリンが一切入っていない食品が出てきますしカロリーとか分糖分とかで大中小というカテゴリーに分けて 例えばカロリー低めって設定して、えー、お菓子って調べると、まあ、カロリーが低めのお菓子の分類が、まあ、出てくるってことこれ全部3つ同時に使うこともできますまあでも先ほど言ったようにあの検索システムだと,ちょっとなかなか、まあ、ここでまだ問われたくなくてこれが全然まだ1段階にしか過ぎないので。 まあ先ほどさっきからすごい出てる生成 AI っていうのを最終的にやりたいのはまあ特に家庭とかで使えるなって思うのがなんか皆さん、レシピ検索とかってあると思うんですけどもじゃあレシピ検索、レシピえっと今日のレシピ決まりましたじゃあ、その食材はなんかまた買い出し行かないといけないし多分1週間のメニュー先に決めてる人はその分の買い物も必要。 じゃあそこをこっちで提案すればいいのかなって思ってて1週間のレシピのレシピ名を生成 AI で入れるだけでその人に合った過去のデータに基づいてこの買い物リストいいよって自動的に本当にもう5秒以内で出してくれて、まあ、そ,のその今後っていうのはどんどん通販とかも視野に入れてやっていきたいなと思ってまますすなるほど楽しみにしみてますありがとうございます。